大鳥居広瀬大社は奈良県北葛城郡河合町河合にある神社。式内社22社の一社。旧社格は官兵大社で、現在は神社本庁の別表神社。旧称は広瀬神社。祭神は次の三柱。主祭神章度の神鎮座地は高田川と一緒になった蘇我川、大和川、飛鳥川など。 奈良盆地内を流れる河川のほとんどが合流する地点であり、このことから水神を祀る。社殿では、辻人天皇九年、広瀬の河合の佐藤佐野広瀬神藤堂期に宅船があり、水足池と呼ばれる沼地が一世で陸地に変化し、立花が数多く生えたことが天皇に伝わり、その地に大井御前神として社殿を建てて祀ったのに始まるとしている。立田の風人。 広瀬の水神として並び称された。日本初期、天武天皇4年4月10日上には風神を、立つたたてのに、大井神を、広瀬川野に祀ったとの記述があり、これが4月7月に行われる広瀬大記祭の起源とされている。延長5年成立の演劇式新名帳では大和国広瀬軍に、広瀬沢かうかのうじ命神社名神大月寺にいなめ、として、 明神大社に列するとともに、朝廷の月次祭、新滑祭りで平白に預かった旨が記載されている。新海は、公認13年8月3日、15イ下。歌唱3年7月11日、15以上、住2年7月25日、14位下。ゲ、住2年10月2日、13未、天安3年1月27日、13未から正三位。そして、 英法元年に最高位の小一位を受けている。あとの22社の一つともなった。室町時代には、診療は500余町あったが、英承3年に、細川正元の家臣、赤沢友常の焼き討ちによって、宝物や古文書が消失し、診療が横領される。天正年間には、豊臣秀永によって診療が没収されてしまう。1871年5月14日。 完平大社に、劣格した。第二次世界大戦以降、広瀬大社と称するようになった。1948年に、神社本庁の別表神社に、加列されている。境内には、日露戦争の戦利品である、ロシア陸軍の野砲とその砲弾が奉納されて、展示されている。本殿拙者水分神社所在地交通アクセス。ありがとうございます。